ロシアの演習場にいる北朝鮮の兵士とする映像を公開するなど、北朝鮮がロシアに兵士を派遣しているとの見方を示すウクライナ。複数のウクライナメディアは21日、関係者の話として、北朝鮮の兵士およそ40人がロシア西部クルスク州の森に配置されていたことが確認されたと伝えました。北朝鮮兵はロシア兵に軍事目的での気球の使い方の訓練を行った後、数日間食料を持たず、具体的な指示もないまま森に残されたということで、今月14日には一部の兵士が持ち場を離れ、2日後におよそ60キロ離れた場所で発見されたと報じています。こうした中、21日、国連の軍縮を担当する委員会が開かれ、ウクライナの代表が、北朝鮮がウクライナ軍と戦うため、およそ1万1000人の正規軍を近く展開すると予想されると指摘しました。これに対し北朝鮮の代表は、また国連の安全保障理事会では、ロシアのネベンジャ国連大使は、西側はイラン、中国、北朝鮮の悪魔を登場させて恐怖を煽っているなどと反発しました。